立川市立看護専門学校は、かつて東京都立川市にあった市立看護専門学校。同校の学生は、卒業時に看護師国家試験の受験資格等が得られた。校舎が移管立川市、柴崎町にあった東京取立付きた多摩看護専門学校が1992年に東山都市へ移転することが発表され、後施設を利用して、 看護学校を設置するよう求める要望が市内の医療関係者等から出された。検討の結果、後施設の一部を立川市が東京都から借り受け、1995年立川市立看護専門学校が設置された。後施設にはこのほか東京都多摩立川保健所、ナースバンク立川が入り、3社で区分利用する形となった。学校は教室、 実習室のほか寄宿舎棟の3.4階を改造して、校長室、教務室、事務室、会議室、図書室などに利用した。開設当初は、働きながらでも学べるように、看護学科3年課程を昼間定時制とした。2002年には、3年間で卒業したいとのニーズに対応するため、全日制に変更した。しかし、 私立病院を持たない市が看護師養成を行うことは稀であり、卒業生が市内の医療機関へ就職する率も低いことなどから2013年並行した。なお、卒業生の卒業証明書発行などの事務は立川市役所福祉総務課で扱っている。看護専門職業人を育成するため人間尊重と生命の尊厳に基づいた豊かな人間性を形成し、 科学的理論的体系に基づく専門知識、技術の習得とともに自主的、継続的に研鑽を積み障害にわたり、看護の質を高め、拡大することのできる自ら学ぶ看護実践者の基礎教育を行う。教育理念に基づき、人間尊重の精神を基調とする看護職の役割を認識し、地域における看護の充実、発展を図るため、 看護師としての必要な知識、技術、態度を養い、社会に貢献できる有能な人材を育成する。人間を統合的に理解し、生命の尊厳と人権を尊重する態度を養う。保健医療福祉における看護の役割を認識し、健康の状態に対応した看護を実践するための基礎的能力を養う。健全な社会人としての態度及び、 専門職業人としての倫理に基づいた行動ができる能力を養う。科学的、理論的思考の方法を学び、研究的取り組みができる基礎を養う。看護専門職としての看護能力の向上、発展を目指し、生涯にわたり自ら学習し続ける資質を養う。立川市立看護専門学校並行のお知らせ。年月日閲覧。 立川市立看護専門学校の各種証明書等について2016年6月5日閲覧ありがとうございます。